皆さんこんにちは、吉丸でございます。本日は2019年の4月の14日日曜日でございます。早速ね、新しいイベントですね、エデンの戦士たちバトルパレードへやってきております。はい、まあ難易度的にはかなり低めかなといったところでしょうか。でですね、3つのスキルがね、手に入るということですかね。で僕まだね、持ってないのがあるんですけれども、なんとですね、スキルから選ぶで、この怒涛の羊が3つ当たってしまってですね、他の持ってません。で、まあ怒涛の羊に関しては19秒 80% の、まあ、無属性ですかね、5回から7回。まあランダム判定ですけれども、こればらけますね。で、10% で転倒ということで、まあ、転倒のパーセンテージはかなり低いんで、そうですね、まあモンスター闘技場でも使えればいいんですけれども、まあ転倒が入ったらラッキーぐらいですかね。はい。まあ A なので、割とやっぱり B させるモンスターの方が多いかなっていう気がするので、 A させるんであればちょっと他の選択肢も出てきちゃう可能性もありますけれども、まあ、ちょっとモンスター闘技場の方でも使ってみて、そうですね、まあ一丁試してみるのはありなのかなと思っております。そしてちょっと持っていないんですけれども、羊の数え歌が出ますね。でこちら23秒で 75% 眠りできましたね、敵全体。まあ、数え歌なので、こだまする旋律入れればダブルでと思ったんですけれども、まあ、ダメージが入らないんですよね。ただの眠りだけみたいな形なので、まあ、通常のクエストではちょっと使えないかなと思います。でモンスター闘技場の方でも、まあ、無道の眼差しに変わると思いきや全然違うんだよね。ダメージも入らないし秒数も全然違うの で眠りが入っても攻撃するとすぐ起きちゃうから、あとはやっぱり最近は耐性状態異常系に強くなる変更があったので、数え歌もちょっとピントはあんまり来なかったかな。まあいただける分だけもちろんありがたいですけどね。それからウールガードですね。ウールガードに関しては27秒、息耐性 30% アップということで仲間全員ですけれども、これに関しては天空のベール。これですね。天空のベールにちょっと近い形ですかね。ただ、天空のベールは3秒遅いんですけれども、全体回復も入ります。これ30近く回復しますね。はい。なので、まあ、天空ベール持ってない人が、まあ、ウールガード、使うといいのかなと思っているので、まあ、いずれもこれから星ドラを、まあ、始める方とか始めた方にはこの配布スキル3つとも全然使えると思いますので、まあ、数え歌だけはちょっとねどうかなと思いますけれどもね、まあ、そんな感じです。でどうやってこのスキルが手に入るかというと、ちょっと動画をお見せしますけれども、プレゼントボックスみたいなものが出るので、そちらの方を倒すとスキルが手に入ります。そして何が出るか、最後のランダムで締めくくるボス、メタルスライムとメタルキング、メタキンですね、メタキンとプレゼントボックスが今んとこ確認できているような感じですかね。で僕は超級で回っております。超級でも割と出ますね。はい。なので、まあ、伝説級回ってる方も多いと思いますけれども、僕は超級で回してますね。超級の方で、まあ、1時間で3つ出ちゃったりもしたんで、なので、まあ、出るときは出るという感じかな。で昨日生配信やっていたんですけれども、生配信の時でも1時間ちょいで全部コンプしちゃった人もいます。怒涛の羊、羊の数え歌、ウールガード全部手に入りましたという方もいたので、こればっかりはもう運かなと、はい、思っております。そしてですね、錬金が入ったのでこちらですね、見ていこうと思います。錬金ですね。はい。まず落ちアーノの剣に関しては前回動画でもやったんですけど、これマジャスティス、僕マジェスティスで J でって言ってましたね、多分ね。攻撃力176なのでちょっと低めかなと思いますね。はい。で
ただマジャスティス追加スキルに関してはかなり優秀ですよね。13秒ですね。敵にかかっている溶効果を吹き飛ばす。でデバフがこれ3つもね、どれかランダムですかね、入る。 70% も確率はまあまああるので、とてもいいかなと。でこれ呪文反射で跳ね返されないという書き方が、まあ、前回もお話ししたんですけれども、あれだね、要は魔法カンタも書き消すよみたいな、そういうニュアンスでしたね、動画ではね。まあ、なのでいろんなところでは使えるのかなと。特に魔法でダメージが通っていくところで魔法カンタされた場合に、このマジャスティスで消していくみたいな、まあ、そういった使い方も今後できていく可能性があるんですよね。で今のところちょっと賢者編成は一部の多分魔王級とかしか、まあ、流行っていないというかね、あんまりちょっと、そうですね、物理の方が強いのがあるんで、まだ今すぐにっていう感じではないんですけれども、今後使えてくる可能性が出てくるのかなというふうには思ってます。はい。で貫突で使うかに関しましては、やっぱり僕としては赤スキルが多い方が、まあ、グラディエーターで、得をしたりとか、あと神竜の武闘機上で会心が入っていくので、やっぱりここは赤が2つしかないといったところで、まあ、僕だったら抜き出しちゃうかなと思います。まあ、ただプレミアム福引き、あ、じゃあ、ガチャとか、引いて何本も出ちゃった人ねいるか分かんないけど、まあ1本貫突作っといても面白いかなと思うんですけれども、やっぱ攻撃力ちょっと低めかなっていうところは気になるかな。はい。でこれですよ、もう頭はとにかく僕としてはちょっと一番高評価だったかな。燃焼ダメージガードね。はい。地形炎上でいいんですかね、によるダメージを30減らす。でこれだけでもめちゃくちゃ素晴らしいですよね。まあ、前回も話したんですけれども、まあ、そのリベホ効果のあるようなものでしか多分燃焼って減らせなかったと思うんですけれども、それが通常でも減っていっちゃうっていうね。まあ燃焼ダメージガードがなくてもメラ属性軽減強だけでもめちゃくちゃ優秀、しかもブレスも炎が宙ついているんでね、いやもう兜僕持ってないんで、これは欲しいですね。当てていきたいなと思ってます。で体上追加になったのが転倒ガード宙ということで、まあこれもねいいと思いますけどね、もう転倒宙がなくても物理ダメージガードだけでも十分、まあ、ガイアラの鎧上って使われてきた装備なので、ここにそうですね、転倒ガードが入っただけでもねめちゃくちゃ使えるんじゃないのかな。あと黄金竜のこれ下と合わせれば結構転倒に関してはもう防げることになっちゃったりすると思いますので、まあ、いいと思いました。はい。でですね、下ですね、はい、これは地底現象が極みに変更になったんですよね。あ、ドルマ中もついたということですかね。まあダブルアップですね。はい。追加されてドルマ属性軽減中が追加されて、なおかつ CT 現象が今日から極みになったと。で CT 現象極みはルビスの盾ですね、ルビ盾であるんですけれども、まあこちらで耐性を取って盾で別の属性を何かこう耐性取るということも可能だったりもすると思うので、まあこれも良い方向だと思います。そして盾なんだよね。はい。風のこれ聖の加護でいいのかな、極意ということで、まあ、回復量が25アップするということなんですが、これね秒数が14秒止まりで速くはなりませんでした。まあなんか2秒ぐらいでもね速くなってもよかったかなと思うんですけれども、おそらくこれはやっぱりこれブレスダメージ軽減強がちょっと優秀すぎるのかなと。なので一応秒数はそのまんま止まりといった判断なんでしょうか。もうこれ例えばパラディンとかねで使えばかなり使えてくるんだと思いますね、トルナードの盾はね。はい。まあ4秒遅いのでガードがその4秒が間に合っていくか間に合っていかないか問題がちょっとあったりするんですけれども、最近では遅い盾としてはウロボロスが16秒でありましたけれども、まあこういった遅い盾っていうのはそうですね、まあパラディンで使っていくっていう選択肢もありますし、まあ言ってもそうですね、オンステージとピオーラ入っていれば
ガードは間に合っていく可能性も全然あると思いますので、まあこれはこれでもともと優秀だった、ただ今回の錬金では一番いまいちかなというふうに思いましたね。はい、ということでですね、今回はイベントとそして新しい錬金ね、落ち穴と伝説の武具紹介してみましたが、実はもうガチャ引いておりますので、次もうちょっと長くなっちゃったんでね、次はガチャ動画出します。プレミアム30連とあと通常の方を20連で、計50連ですねしております。プレミアムちょっと50連までは引かなかったんですけれども、あと福引きも5枚入れてあるので、まあ、そちらの方もし興味ありましたらぜひ、次チェックしてみてください。ではこの辺で終わりたいと思います。吉丸でした。さようなら。